アンディルイ・ベルクソンはフランスの哲学者。出身はパリ。日本語ではベルクソンと表記されることも多いが、近年では言語に近いベルクソンの表記が主流となっている。作曲家でピアニストのミハウ・ベルクソンの子として、パリのオペラ座からそう遠くないラマルティーヌ通りで生まれる。父ミハウはポーランド系ユダヤ人で、母はイギリス人だった。 誕生後数年は家族とイギリスロンドンで生活を送る。母によって早くから英語に慣れ親しんだ。彼が9歳になる前に彼の家族はフランス、ノルマンディ地方マンシュ県に移り居を構える。パリ9区のリセフォンタネで 古典学と数学を深く収めた後、パリ大学で人文学を専攻し、パリコートを学校に入学した。そこでは、教授たちは、新官とはばかりであったため、ベルクソンは、教授たちに反発しながら、一方で、ハーバート・スペンサーの著作を熟読して、実証主義、社会進化論への理解を深めた。そして、それらを通して、自己の哲学を形成していった。 1881年に受けたアグレガシオンでは、現代心理学の価値を問う指紋に対し、現代心理学のみならず心理学一般を強く批判する回答をした。そのため、審査員の不況を買うことになり、ベルクソンは2位で合格する。合格後、リセ教師となったベルクソンは、アンジェのリセダビット・ダンジェ・クレルモン・フェランのリセ・ブレイズ・パスカルなどで教師として教える傍ら、 学位論文の執筆に力を注ぐ。そして、ベルクソンは、1888年に、ソルボンヌ大学に、学位論文、意識に直接与えられたものについての指論を提出し、翌年、文学博士号を授与される。この著作の中で、ベルクソンは、これまで、時間と呼ばれてきたものは、 空間的な認識を用いることで本来分割できないはずのものを分節化することによって生じたものであると批判した。そしてベルクソンは空間的な認識である分割が不可能な意識の流れを持続と呼び、この考えに基づいて人間の自由意志の問題について論じた。この持続は時間、意識の考え方として認証的なものであり、哲学における 時間の問題に一石を投じたものと言える。1896年には、ベルクソンは哲学上の大問題である、心身問題を扱った、物質と記憶を発表した。この本は、ベルクソンにとって第二の主著であり、失語症についての研究を手がかりとして、物質と表彰の中間的存在として、イマージュという概念を用いつつ、心身問題に取り組んでいる。 すなわち、ベルクソンは、実在を持続の流動とする立場から、心と体を、持続の緊張と士間の両極に位置するものとして、捉えた。そして、その双方が持続の立動を通じて相互に関わり合う、ことを立証した。1900年よりコレージュド・フランス教授に就任し、1904年には、タルドの公認として、近代哲学の教授に就任する。 1914年に休校するまで、そこで広く一般の人々を相手に講義をすることになる。その講義は魅力的なものであったと伝えられ、押しかける大勢の人々に、ベルクソン本人も劇役するほどの大衆的な人気を獲得した。主にこの時期に行った講演がベースとなる、思想と動くものという著作で、持続の中に見置くというベルクソン的直感が提示されることとなる。 1907年に第三の主張、創造的進化を発表する。この本の中でベルクソンは当時人口に解釈していたスペンサーの社会進化論から出発し、主論で意識の流れとしての持続を提唱した。そして物質と記憶で論じた意識と体についての考察を生命論の方向へとさらに推し進めた。これはベルクソンにおける 意識の持続の考え方を広く生命全体、宇宙全体にまで推し進めたものと言える。ダーウィンの進化論における自然淘汰の考え方では、淘汰の原理に素朴な利主義しか反映されていない。しかし実際に起こっている事態は異なる。それより、はるかに複雑かつ不可思議な生を肯定し、生をさらに輝かせ進化させるような力。 主と主の間を飛び越える、縦の力、上に向かう力が働き、突然変異が起こるのである。そこで生命の進化を推し進める根源的な力として想定されたのが、エイロンバイタル、エランビタール生命の飛躍である。ベルクソンはここで、普遍的なものが実在するという大胆かつ全科学的な立場を肯定しており、経験論、有名論に対する少数派、 中性的な実在論に身を置いている。国の内外で名声の高まっていったベルクソンは、公の場にも引っ張り出されるようになる。第一次世界大戦中の1917年1918年には、フランス政府の依頼で非常にデリケートかつ困難なアメリカを説得する施設として派遣され、見事に職責を果たした。また、大戦後の1922年には、 国際連盟の諮問機関として設立された国際知的協力委員会の委員に任命され、第一回会合では議長となって名跡かつ無駄のない現事で手腕を振るった。1930年、フランス政府よりレジオンドヌール勲章を授与される。また、ベルクソンの文章は明快かつ美しい文章で書かれているため、三文としての評価も高く、1927年には、 ノーベル文学賞を受賞している。こうした公的活動の激務の中でも、ベルクソンの著作を書く意欲は衰えず、1932年に最後の主張として発表されたのが、道徳と宗教の二元線である。この著作では、社会進化論、意識論、自由意志論、生命論といった、これまでのベルクソンの議論を踏まえた上で、人間が社会を構成する上での根本問題である。 道徳と宗教について、開かれた社会、閉じた社会、性的宗教、動的宗教、愛の飛躍といった言葉を用いつつ、独自の考察を加えている。人間の知的栄意に伴うように、創造的な働き、始め話機能。一方で、ベルクソンは、シンプラトン主義のプロティノスから、大きな影響を受けていたり、晩年はカトリシズムへ経営しようとするなど、 神秘主義的な側面も持っており、その思想は一筋縄ではいかないものがある。ちなみに、1913年、英国心霊現象研究協会の会長に就任している。こうした点から、ベルクソンの哲学は、しばしば実証主義的刑事上学、経験主義的刑事上学とも称される。ベルクソンの哲学は、当時の人々だけでなく、後の世代にも大きい影響を与えた。 その影響は、弟子のガブリエル・マルセル、ハイデッカー、ジャン・ケレピッチ、ウィリアム・ジェームズ、サルトル、バシュラール、レビナス、メルロ・ポンティ、アルフレッド・シュッツ、エティエンヌ・ジルソン、ジャック・マリタン、ドゥルーズ、西田・喜太郎といった哲学者たちのみならず、政治哲学者のジョルジュ・ソレルや、人類学者のレビ・ストロース、作家のプルーストなど幅広くに及んでいる。 小林秀夫は1958年から63年にベルクソン論、感想を慎重に連載したが未完作に終わり、生前は未刊行であった。審判刊行された小林秀夫全集別館1及び小林秀夫全作品別館1.2に収録された。ありがとうございます。